Hello everyone! Welcome to Art English School! 皆さんこんにちは。アート英語学園チャンネルへようこそ。私はアート英語学園の会長さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日は4月29日でございます。これにもう一度行ってまいりました。猫まみれ展、三重県立美術館で開催中でございます。で、先日これにオープニングすぐに行って、まあちょっとね、あんまり可愛くない猫ちゃんばっかりだったのでちょっとショックを受けて帰ってまいりましたが、今日はですね、イベントがありまして、いっぱいイベントあるんですよ、この猫まみれ展で。今日はそれの1回目で猫の落語会というのがありました。で、立川篠春さんといって、篠助師匠の弟子なんだそうです。でも全然そういうこと知らずにね、なんか落語があるからということで行ったんですけれども、11時から整理券を配るって書いてあったのでどうしようかなと思ったんですけど、まあもしものことがあったらいけないのでね、10時50分ぐらいに行きました。そしたらですね、もう驚いたことに、インフォメーションの前からこうなんか人の列が蛇行していて、最後尾はこちらですみたいな、トイレの前の方にありましてですね、めっちゃ人並んでるんですよ。って思って、そんなんだったのみたいな。で、係の人でなんか数えてる人がいたので、私何番目ですかって言ったら、60番目ぐらいですっておっしゃって、で、券何枚あるんですかって、150枚、あ、じゃあ大丈夫だと思ったら、でも1人2枚まで行きますからって言われて、60×2、ちょっとやばいかなとか思ってたんですけども、まあなんとか78番目ゲットいたしまして、やっぱり時間通り行かないとダメですね、これ。で、次の映画上映会も行こうと思ってるんですけど、これはもう10時半ごろに行こうと思っております。こっちも多分競争率高いですよ。で、行きました。で、県立美術館の1階になんかちょっとちっちゃめのホールがあって、それの席が110人なのかな。で、そこに行って、行ったらこうちゃんとステージの上にこう座布団とね、こうマイクがあって、落語のステージがセッティングされていて、まあ、念のために写真撮影 OK ですかって聞いたら、ダメですって言われたので撮れませんでした。はい。で、この篠春さんという方なんですけど、私全然知らなかったので、帰ってからちょっとググってみたところ、もともと商社マンだったそうです。三井物産だったかな。で、三井物産に入られる前はイェール大学、アメリカのをご卒業されたそうで、で、なんか帰国子女なんですよ、この方。なので、アメリカの大学に行かれたのかな、なので英語ペラペラですよね。で、調べてみたら、英語落語っていうのもすごく精力的にシンガポールとかでなんかなさっているようなので、Amazon でですね、その英語落語の CD 売ってたので、もうなんか注文してしまいました。もしかしたら YouTube でタダで見れたのかもしれませんけど、いいです。本にね、ちゃんと日本文と英文があるっていうので、いつか役に立つと思いましたので買いました。はい。で、なぜこの篠春さんが今日呼ばれたかっていうと、来週ですね、浅尾春美さんっていう、この方は三重県出身、津出身って言ってたかな、のイラストレーターで、猫の絵をいっぱいお描きになってるそうなんですけど、この方と篠春さんがなんかコラボでいろいろなんかイベントされていたご縁で、篠原さんよく猫の落語するでしょ、こんな猫まみれ展があるから行ったらどうとか言われて、あ、分かりましたみたいな感じでいらっしゃったらしいです。はい。ということで、篠原さんね、まだね、落語家に26歳の時になったんですって。転職ね、すごい華麗なる転職なさって、で、まだ14年ぐらいっておっしゃってたので、多分40歳ぐらいだと思います。はい。で、まあ、ちょっと若い感じで、でした。はい。で、ただですね、好みを申し上げると、ちょっとやっぱりちょっとなんかもうちょっと可愛い猫ちゃんの落語の方が私は好みでございました。ちょっとなんかちょっと黒かったかな。まあ好みですよね。まあだからこの篠春さんが、まあなんていうか、まあそういうね、方なんだと思います。はい。イェール大学ですし、三井物産ですから、で、なんか鉄を売ってたらしいですから、はい、だと思います。はい。何言ってるか分かりますが、面白かったですよ、面白かったですけれども、
なんていうかこう、もう本当こうゲラゲラみたいな感じじゃなくて、ああっていうね、ちょっとこうインテリジェントな感じでございました。やっぱり落語はお笑いとは違いますね。はい。ということで、この篠原さんのね、インタビュー記事がさっき探していたら載っていまして、どうして落語家になったの、そこにお話ししますよね、なんでそんな華麗なる商社マンの座を蹴ってまで落語家になったのみたいなお話とかですね、師匠の、付き人兼、付き人っていうか運転手ですよね、されてた時のご苦労とか、なんかお風呂に入っててもね、師匠から呼び出されたら15分以内に行かなきゃいけないので、お風呂もない2万いくらの部屋を借りて住んでたらしいんですけど、ジップロックに携帯入れてお風呂に入ってたとかって言って書いてありました。このジップロックね、役に立ちますよ。お風呂の中でスマホやりたい時はジップロックに入れてやると大丈夫です。はい。ということでですね、篠原さんのインタビュー記事もすごく面白かったので、ご興味おありの方は下にリンク貼っておきますので、そちらからご覧ください。ということで、猫まみれ店2回目行ってまいりました。3回目も行くつもりです。ということで、というわけに感じるさときでした。See you next time! Bye!